商店京駅は京都府京団越区美浜町浦明にあるウィラートレインズ宮津線の駅である。駅番号は T22 宮豊線の愛称区間に含まれている。2014年に京団越の駅の愛称選定委員会で公募を経て決定した愛称は日韓の松原商店京駅。ホーム相対式2面2線のホームを持ち列車交換が可能な地上駅。 宮津方面行きホーム側に駅舎があり、ホーム間は宮津方の踏切で結ばれている。豊岡方面行きホーム側を上下本線とした一線スルーとなっており、当駅を通過する特急列車は両方向ともこのホームを通過していく。一方、停車する普通列車は方向別でホームを使い分ける。端鉄線内に15駅存在する有人駅の一つであるが、当駅は 京丹後市が受託する簡易宅駅となっている。通常は普通列車と快速列車しか停車しないが、2015年度までは、夏季や冬季には一部の特急が、臨時停車していた。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。駅前 ABCD ネサトル週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄十四号神戸電鉄、野瀬電鉄、北上鉄道、 北近畿単語鉄道、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年6月19日、27から28ページ。京単語市内の北近畿単語鉄道、7駅の愛称、決定について、京単語市、2015年12月8日時点のオリジナルより、アーカイブ、2015年11月30日閲覧。 単語紙の駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。